おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。人って不思議なものでですね、まあ関心がなくなると何も言わずに撤退する。まあね、もうどっかのね、筐体ゲームとかもそうなんですけどね。例えばスコアタとか大会に熱中してた人がね、何も不満も言わずにスッとやめていくとか、そんな光景何回見たでしょうか。いい人ってね、すぐなんかね、いい人なんだよ、そういう人って。そういうっていうのは逆にすぐ何も言わずにやめちゃう。いい人ってなんでいなくなるんだろうなと思ってますよ。僕もね、いい人らしくってね、最近何も言わずにね、黒ブレやってなかったんですけど、また救急車取ってる。私はこのチャンネルをやっていて一つ気づきました。デンタザウルスとナイトリッチっていうのは最強だと皆さんご存知だと思います。デスゴーゴンの動画がないことに。この動画でどっちかっていうと、単体紹介されてなかったんですよ。デンタリッチ、よく皆さんが言うね、大好きなナイトリッチやね、デンタザウルスいらっしゃるじゃないですか。あいつらは、バトルマスターと組めたり、まあ、勇者と組めたりで、結局その2体やってたんですよ。僕が勝手な最低でつけてる表一つあるじゃないですか。あ、ちょっと待って。ダメ、やめ、あ、ダメ、呪文ダメ、ちょっと待って。やめてひどいなぁ、ちょっと僕の話を聞いて、ね、俺の話聞いて、今ちょっと。君たち、俺の話を聞く気はあるかいところで。60 ちょっと待って。なんだかんだで、ね、実は、三強って僕が勝手に最低につけてるやつあるじゃないですか。なんじゃこりゃ。僕、なんじゃ。僕が勝手につけてるさ、表あるじゃん、点数表。あれの中で三強ってつけてあるんですよ、僕。こいつらのことを。デスゴーゴン、ナイトリッチ、デンタザウルスは三強と呼ぶにふさわしい、もう強さを持ってると僕も思ってるんですよ。で、実際みんな、問題みんな使ってるし、大会でもそうだったんですよ。というかで、ね、本日は来ました。いくぜ強烈な突進クラースクールホーンねえ、お前どっから出てきたのよく当てたな。てか、よくさ、お前ら当てたね。今回はですね、いや、動画上実はレンタリッチは結構紹介してたけど、デスゴーゴンって意外と動画出てなかったことに気づいたんで、三強の一体であるデスゴーゴンと共に、なんか知らん人二人と一緒に協力します。だって腕組んでんも強そうやん。もはや歩く最強とも言ってもいい。のしのしとこの歩く重量感のあるね、デスゴーゴン。弱いわけがないんです。当然弱いわけがありません。正直言うと、ナイトリッチやデンタザウスに続く壊れモンスターの一体ですよ。歩く最強獣。じゃあ、どんだけ強いか。この軍隊のダメージ見ててください。物理に対しての耐性を見ていただきたい。見ててください。はぁ何か、今何かされましたか。あ、それや、それだけはちょっとどうしようもない。どのモンスターでも。それはもうナイトリッチでもダメだから。おぉ、いいね。見てください、この打撃体勢を。ジーマフラッシュ魔怪獣ちゃんはちなみに DLC ですね。DLC 出身のデスゴーゴンとよく似た性質を持ちます。はい。まあ、どっちかというと今回デスゴーゴンに活躍してほしいんで、あまり君たちは活躍しないでもいいんだけどね。テイルはまあ、デスゴーゴン打撃体勢を見ててください。あはは、勝ったふざけとるわ。マジでふざけてんだよな、これ。そしてこの火力を見てください。ほら、来たなんじゃなんじゃ、この最強のモンスターがいよいよ動画でベールを脱ぐ時が来ましたよ。この圧倒的属性耐性と打撃耐性を兼ね揃えた3体でね、本日の動画は無双する動画となっております。ティラさんらしくないなぁ。よし、続くぜ、この動画。いや、でも、どうなんだろう。さ、でも、大魔王戦でもね、硬さを見せられる相手だったらいいんだけどね。まあ、この感じだと、そこそこいけそうだな。さあ、このね、ガチガチ3体で、蹂躙してやりましょう。今回はね、マスターダブルスキャンもしてあるんですけど、ちゃんと。こいつだって、実は、今回、ゴロツキと魔怪獣は耐久強化。まあ、でも、弱化してるか。うん。まあ、出しとくわ、テロップで。何出してるか。
まあ、それしてても火力高いんですよ、こうしてみると。ほら、特に火力増強を行ってないんですよね、この横の2体は。真ん中は1体、このデスゴーゴンだけ火力増強してます。それでもね、この火力はやばい。そしてこいつも、おー、何やこいつ。化け物みたいな火力が出ております。あー、やべ。ゴロツキ、魔怪獣、デスゴーゴン、共にみんな呪文に弱いんですね。はい、欠点を言い忘れました。欠点を言い忘れた。うわー、リスクヘッジできてねー。リスクヘッジできなさすぎでは。強烈な突進から、スクールホーン行くぜ。おら、いや、強いんだよな。強くない本当に。え、マスターダブルスキャンだってさ、耐久売りなのに何これ火力。やばいな、こいつら。正直ね、ちょっと勇気貯めてやろうかなって誘致のことしようと考えたけど、やめた。こいつらって、まあ、さっきはちょっとメラゼンまでひどい見たけど、属性耐性、打撃耐性とも完璧なんすよ。じゃ、いらないよね、そんなの。ああ。これはね、処刑確定してるね。この作品では魔法が使えないかわいそうなデスタムワ君にね、この3体の超強力な打撃耐性の前にひれ伏してもらおうかなと。そしてしかもね、思った以上に火力もあるね、こいつら。マスターダブルスキャンで火力増強を行ってないのに火力がすごい出るね。まあ1体だけあるけど。さあ、そしてこのね、歩く最強の火力にも震えてもらおうか。おらい、うわ、強っ。370出てんだもんな。で、そしてスクリオン。もう、なんだこの、このね、もう見た目はもうごついよね。ああ、なるほどね。相手が硬いなと。硬いことを見越して倍キルトですか。ほーん。どうぞ、52と。ほう、ヘルホン全体攻撃です。まあ、ちょっと混乱の方がいいかな。さあ、どんぐらいだ？ん？何か、あれ？バイキルト？あれ？バイキルトしました？あれ？ちょっと、人、大したことねえな。ほんとだよ。嘘だろ、デスタムーア。すんごいことなってるぞ。デスタムーアは魔法攻撃が使えないんで、無道みたいな、メラゾーマとか使えないんですよね。おー、なるほどね。ちょっと、カモン。どんぐらいなの？え？まあ、何回かやったことありますけど、この手の、モンスターマスターで面白いのって、この手のガチガチの耐久パーティー組んじゃうと、まあ、手も足も出るやつが存在するんですよ。おや、エビルテイル大魔王の自撃どんなもんか、見せてもらおう、511。たったそれだけって、たったそれ程度か。もう、たったその程度か。たったの500。もう、受けるダメージがね。打撃耐性何パーだっけな、デスゴーゴン。普通のモンスターより、ま、打撃耐性は持ってますよ。他の打撃耐性持ってる連中とはレベルが違うんですよ。もう、圧倒的な耐性なんですよな。いや、もう圧勝すぎて、せめて赤目で来てくれないと何一つ強さが伝わりません、これは。まあ、とりあえず、言いたいことを言うと、こいつらは、強キャラなんですよね。押すために来た。やばいぞ、悲しみやばいぞ。よけろ。おいおい、大丈夫か。え、大丈夫かこれ。いい、755。待って待って、結構食らう、結構食らうぞ。やばいぞ。え、よけて、ピロリピロリ。おーい、何してんだ、モモンジャ。モモンジャ、お前何してんだ。やろ、ピロリピロリ。耐えろ耐えろ耐えろ。うわー、この3体でさ、何挑もうかなと思ったんですよ。正直、デスタムーアなんてさ、もう正直、鬼っ子っぽいあいつ弱いんですよ。ということで、ふさわしい相手を見つけてきました。エルギオスでどうでしょう。大魔王召喚カードを使ってね、勇気のフラットの状態からエルギオスに挑みます。まずは通常、ここを超えないと全てが崩壊する。エルギオスって、やっぱ、打天使の怒りとか、そのあたりがね、ちょっと、強い技にはなってくるんで、威力の高いね、技をこいつらでガチガチに受け止めて、今何かしたかって言ってやろうと思います。火力はさっきね、見たところ全く問題ないんで、ちょっとね、ちょっとだけ、マスターラブスキャン変えさせてもらいました。魔怪獣とデスゴーゴンの、マスターラブスキャン変えておきました。おっと、なんだ？
なんと天使の断りを教えてくれるらしいな。受けてたと。まあ足がすくむ。なになに、エルギオスびっくりするやんか。なんで二桁、なんで二桁出てんの。お前なに断り、俺のキック、お前がキックするんだったら俺だってキックだぜ。やばい。突進からスクリューホーン。マスターナバーンスキャしなくてもね、この火力は魅力的だわ。破壊力が魅力的だわ、やっぱ。普通にデスゴーゴーも魔怪獣ちゃんもね、攻撃力が高くて、もう破壊力は魅力だわ、やっぱ。あ、いいね。もう、凍える武器か。どんなもんなんだろうな。53って何、すごいな。53はちょっと俺もびっくりだな。ちょっと、あっと、外したか。そうなんだよね。踏み潰すとか、スクリューホーンちょっと外れるんだよね。ただし、それを余りあってね、あるこの破壊力と耐久力。ちょっとエルギオスさんもね、ドン引きですよ。って。こいつらなんだ、普通に立ち上がってくんぞ、みたいな。もう、例えても例えても立ち上がってくる。なんだこいつらってなりますよね。ああ。おい、オッケー、いいよ。打点も足りそうなんですね。あ、相手使うとか。まあ大丈夫だと思うけどね。できればもう4ターン目に勇気を試してしまいたいところではあります。で、唯一エルギオスで危惧するのはマダンテです。威力高い技の筆頭として、マダンテだけはどうしようもない。この3体の共通点として、属性攻撃、打撃攻撃ではめちゃくちゃ強いです。うん、もうそれだけで10あります。呪文に弱いんですよ、全員。そこだけはどうしようもない、マダンテは。あげ、光玉で、もうリーサル決めようか。白目はパッと超えないと話が進まないぞ。なんで、マダンテはさすがにちょっと受けきれないかなと。まあでも、それでもドラゴンオーブとゴールデントーテムマスターダブルスキャンしてあるんで、お、勇気溜まったね。オッケー。さあ何が来んの？ほー、まあでもこれでちょっとね、さすがにちょっとさっきの武道と同じように吹っ飛んじゃうんですよね、こればっかりは。神田、ちょっとゴロつきはね、多分ね。消し済み、ちょっと。消し済みになってしまっとるけど。なんか消し済みになった。消し済みになっちゃった。ちょっと待って、ドラゴンオートとゴールデントーティーマスターダムスキャンしてそれだとさすがにちょっとやばい。やばすぎるな。急に俺ら窮地に陥ったじゃねえかよ。おいおい。ちょっと待って、窮地に陥るのもちょっといささか早すぎる気がしないでもない。割と白目で苦戦してるメチピンだぞ、これは。まあ、行くぞ、スイッツーは落ちまったぞ、キュッ。割と白目で苦戦してるぞ、これ。さすがにマダンテの行動探査把握してれば、マダンテさえ気をつければ、いつも苦戦してる動画とか、生放送で苦戦してるし、今からね、そう、苦戦してる相手なんだよな、新ギオス。でも、もしかしたらこれは、必勝技になるかもしれませんね。動画や生放送で苦しめられてきたよ、よく。こいつには。で、多分ね、初見の時に本当によく負けた。こいつもめっちゃ強いんすよ。わー、びっくりするぞ、火力高くって。マダンテもして、2回コードもする。よう負けてきました。しかし、まあ、このパーティーならいけるだろう。ただ、問題は別んとこかもな。赤目ギオスは、さっきのエルギオスと違い、火力も高くなってるし、一番怖いのは、天使の断りとかでもさっきそうなってましたけど、止まることなんですよ。絶対0度。天使の断りあたりで、状態上でね、止まってしまう。そしてもう一つ別のとこは、打撃耐性がこいつついちゃったこと。頑張れ！あ、打撃耐性の上から260でやってんのか。まあまあそこそこ。さあ、赤目になって強化された。今度こそ天使の断り！うおー、まだだー。大したことねえな。ほんとだね。赤目ギオスでも大丈夫か、お前ら。100はすげえ。100に抑えてんのはすげえな。とりあえず、物理を飛んでくる分には大丈夫だ。うん。物理が飛んできてる分には全く問題ない。で、こいつ、うふぅー！こいつの気をつけたいのは4ターン目。マダンテです。逆に言えば、4ターン目にしかマダンテは存在しない。
だからあとはとどめボーダーに乗せれるかどうかが大事。うわーやばいね、一番怖いやつだね。打天使の悲しみはね、威力も高い。2回攻撃どんなもんだ。333 OK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  脅威である。この脅威とも言われる、絶対脅威とも言われるね、悲しみを300に抑えるもん。全然違うぞこれ。なんでこんな硬いのこいつら。カチカチやな。よし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 、いいぞ。大丈夫大丈夫、それだな、大丈夫だ。さあ問題はちょっととどめボーダー怪しいな。1外しだけでも響いてくる。ちょっと1回振動が出してもいいんだぜ。スクリューホーン行くぜ。さあ打撃耐性属性耐性ガッチガチで挑む赤メギオス、一発でいけたら英雄もんです。まあ英雄もって言ってもこいつらがいかにおかしいかって話なんだよ。普通のエルギオスだったらもう吹き飛んでますよ、いろいろと。それをなんでこいつらがこんなに抑えてるのか本当にわからない。相手使うどうか。さっきまだってるくらいどんぐらいだったっけ。600と400なんか300300だから死ぬ可能性あるね、マダンテでね。どうしようかな。いや、これさ、ルビスとかありじゃない？ 5 ターン目にイテツク波動はこいつないんですよ。唯一、今放ったイテツク波動。新エルギオスの怖いところとしても言われるんですけど、3ターン目にしかイテツク波動を使ってくれないと。遊んでくれないわけですよね。だから、ここルビスしよっか、じゃあ。ここルビスします。で、5ターン目まで耐えましょう。ダメージの位的に、5ターン目まで耐える猶予がありそうだ、こいつらなら。よし、来い。ちょっとマダンテはさすがにね、死んじゃうからね。さあ、まず先に動いて、悲しみオッケー。おや、お前の悲しみがどんなものか見せてよ。悲しみ？受け止めてあげよう。優しく150。おっほ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 。すごいね。150で抑えんの。うわ。打天使の悲しみってなんだっけね。俺もわかんないわ。俺わかんないわ。打天使の悲しみってなんだっけ。もうこれ見てるとびっくりだもん。打天使の悲しみってどんな技だっけ。こんな弱い技だったっけ。恐ろしいよ、これは。もう恐ろしいよ。うわやったなやったぞ、おい。さあ、いけ、柄の悪い技です。終わり、いけ、おお、おお、一生一生ちょもうこれあれだよ、違うんだって。エルギーめっちゃ強い。あの行動パターン、悲しみドカドカ引いてたら4回悲しみ受けたら普通のモンスター死んでんだよ。悲しみ4回で大体のモンスター死んでるんですよ。でももうあまりある属性耐性で耐えただけ。すげえわ、なんじゃこいつ。すごいわ、もう敵じゃねえな、エルギオスも。彼らにとってね、新ギオスは遊び。脅威になるのは呪文だけ。逆を返せば、呪文のターンをしのいでさえしまえば、必勝パターンってことですよ。やばい。まさにこれは、デスゴーゴンたちは、歩く最強だったか。すげえよ、お前ら。ちょっと悲しみ150はちょっと信じられねえわ。まあ、それ受けてたのはさ、魔怪獣ちゃんなんだけどね。どっちかといえばこれ魔怪獣ちゃんがすごかっただけ？